あ、私も撮るけど。うん。うん。草壁くん何かやることあったら、はい、そちらやってもらってもいいけど。特に今のところは、うん、なければ、はい。ここ右寄りだった。あれ喋ってる？喋ってます。ターンとか行ってます。あ、そう、これちっちゃくない？スピーカー繋がってる？スピーカーちょっと今日忘れました。は？気づきました。は？ちなみに今日のメールでも書いたけど、幅少し広げたので横200で止まるようになってます。ああ、はい。いいんじゃない？ダメ？こんなんばっかりに近かすいません。変なロボット。ちなみに本番のジョイスティックの位置ってどこになるの？考えてね。持ちながらは動かせないので、うん、置いておく形、うん、で明日電池切れないように気をつけて。よくあるのが最後電池切れて動きませんでした。微妙だな。昨日ここら辺にポールが立ってたような気がしなくもないけど。ああ、ポールに全然違う。うん。大丈夫？障害物回避実装しなきゃダメ？昨日まさにここら辺に立ってたよ。
伊藤君、それ置いといたら、置いといた方がなんか自立っぽいよ。絡まないように。ちょっと風景的に寂しくなるけど。落ちる。袋の中にちょっと入れちゃうとか。怖いのはスティックが前に入ると、あの可動部との挟み込んでガキガキガキとかいっちゃわない？大丈夫？ま、前にジョイスティックが倒れ入り込んだ時に、なんか右のその袋かなんかにポコッと入る。まあ、基本的に止めないってことで、じゃあ、あのケーブルの部分で外しても取っちゃう、そこの部分、うん、こんなもん、やや右に寄りすぎ、こんなもん。あんまり道塞がないように歩いてね。マジックショーがやってる、ま、マジックショーがやってるねそうだ、なんていうふうに、生放送中、はい、すごいじゃん、はい、ぜひぜひ、探索するだけの時間は残されてるんだ。30分。はい。
30分あるね。寄り道できる。今日なんだっけ、実験走行じゃないや、あの正式にカウントされる走行もできるけど、やる2時半から。あ、1時から登録で2時半からスタートかな。今何時？今、1時半です。うん、公式な記録が欲しければやった方がいいけど。最後一発勝負でいく？全てはこの今走ってる結果次第です。ああそう、はい、じゃあそういえば探索を切ってるので、今そっちのチェックはどっかでやらなきゃいけないんだな。どうしようかな。あの店の位置が明日変わるとまた厄介なんだよな。多分あの車とかテントランドマークになってる。明日ぴったり、明日あの位置置いてくださいって。すいません、人探索まだやってませんので、すいません。シュールだな。でもこの絵、人がいっぱいいるのに。避けたんだと思う。避けたというか、あ、行って行って、すいません、ありがとうございます。いるところだから、吉原くん、人気をつけてね。すいません、ロボットの実験やってます、申し訳ありません。なんか今本体がものすごい勢いで揺れたな。大丈夫かな。
段差になるとすごい勢いで揺れるね。一旦止められるように心がけてください。なんか近い来るみたいだから立ってはいらっしゃるけども、あんまり邪魔にならないように周り見てあげて。何を見たんだろう。人探索はしません、すいません。おお、結構厳しいけど、ギリギリ通した？前走った時もこんな感じだった？あ、前は結構こっから回ってたよ。あ、そうなの？あれ？ちょっと あれ？あー。結構柱に向かって行ってる？あ、でも大丈夫。補正が勝った。結構ギリギリだったね。ちょっとドキドキしました。やっぱあれかな、あそこら辺いろいろ動かしてるからランドマークが動くのかね。屋根の位置とか変えるよね、きっと。ここで飛び出す角度が変わると全体的にガラッと変わるんで。あ、すいません。すごい。セグウェイ試乗会が、いや、公道で走らない、走れないので免許いらない。逆に公道は走れないので公道走るためには免許がいるんだけど。
自分過去の自転車の あ、そうなんだ。人じゃない。いやでも止まったやつは多分反映されないはず。バンバン飛び読み飛ばすから。ちょっとだけタイムラグつくかもしれないけど、そんなにはつかないはず。え、そうですね。あ、いや、あの集会を回りながら人をた、あの探すということをやってます。今あのところどころに座っている人がいるんですけど、その人をたあの探してるんです。はい、あのロボットが自分で探してます。はい、ありがとうございます。なんか割と夜ね伊藤くんドキッとする。あ、自転車、こう狭いところだから安全管理責任者よろしくね。すいません、実験をしております。すいません、ありがとうございます。すいません、あ、どうぞどうぞ。
ロボットの実験をしております。ありがとうございます。全部簡単なやつです。めっちゃ簡単な。はい。あ、でもそのジョイスティックあんまり見せない方がいいか。ジョイスティック持ってると。ちょっとじゃあ。こんなに来ちゃう。あ、そうなんだ。ポッケの中にでも持ってると。あの登るとこぐらいは用意しといた方がいいかもしれないけど、あんまりその危険じゃないところは単に見てるだけで。あ、すみません、はい、回避ができないので取れません、すいません。申し訳ありません、ありがとうございます。まあ、大きく障害物回避ができないというのは悲しいね。じゃあそろそろ。そろそろ大一番です。伊藤君、一応止められるように準備はしておいてください。ここが越えられれば素晴らしいって話になるんですが、いい感じで真ん中から入ってたね。すげえ、アクロ頑張ってる。滑ってる。サンタ頑張れ、サンタ頑張れ。え、あ、前回ここまで来た？ここまで来ました。あ、そうなんだ。あ、サンタ頑張れ。いけー、お前ならできるサンタ、頑張れ。あ、なんか身が外れていく。復帰するんだ。よっしゃよっしゃよっしゃ、復帰した。見せ場見せ場見せ場。いけるか。よっしゃ、抜けたね。この間はちょっと軌道修正した後、はい、ここにぶつかっていきました。はい。あ、ここで終わったの？はい、ここでも一回。あ、終わったんだ。軌道修正。はい。ジャイロの効果は素晴らしいね。
あれだけ暴れながらちゃんと登っていった、すげえな。だいぶ一番最初に通った、教師データも同じぐらいです。ああ。教師データ作る方も大変でした、ね。うん、助かないです。あっという間に右に曲がるんです。ゼロって言ってる？いや、7って言ってる。あ、7。あ、ちゃんと公園まで帰ってきたよ。なんか全体的にあの前のマッピングデータより、ゼロって言ってるパーツ少ないですね。あ、そう、スタート直後のところもあそこ、前のだとゼロゼロって言ったんですけど、普通に3、4出てました、ね。あ、そう、はい、結局まあだいぶ環境が違うデータだから、むしろ前のデータで走れてたってことがすごかったのかもしれない。すごいな、欲張っちゃいけないけど、つくばチャレンジ初のゴールかな。伊藤の地のこの先がありますよ。いや、すでにでもここも伊藤の地でしょ。最長記録だよね、今。そうです、うん、最長記録はあそこです。一番の敵がやってきたかもしれない。ごめんね、ロボット近づきすぎるとごめんね。怖いのはあの金網ってもしかして後輪はまるかもよ。それが分かってて結構避けた感じなんですけど。ああ、やっぱりずれるんだそれぐらい。あ、しかないね。
こんなルートだった、はい、あ、そうなんだ。ポストぶつかりそうだったら避けて。こんなに寄ってた。こんな寄ってなかった。はい。あ、探索はしてません、すいません。ダメだね。あー、止めない。あ、ごめん、言えばよかった。止める。